はい、こんにちは、116インズです。 MLB も開幕しまして2試合から3試合ほど消化しました。残念ながらナショナルズで陽性反応が出てしまいましたので、ナショナルズとメッツはまだ開幕できていない状況ではありますが、ファンもスタンドに戻ってきましたし、少しだけこれまでの野球が帰ってきたなと、そんな気分になっているところです。このまま順調にシーズンが進むことを願うばかりですね。さて、ここまでの開幕シリーズですが、これ個人的な気のせいかわからないんですけれども、本当にこれ開幕直後かよと思ってしまうぐらいには、いろいろと印象的な出来事が起きていますので、今回はそれらについて話していこうかなと思っております。まず1つ目、今季は開幕戦から荒れた展開といいますか、かなり点が入る試合が目立ったなと思いましたが、その中で特に両チーム点の取り合いという表現がぴったり当てはまったのがロイヤルズとレンジャーズの試合で、この試合は最終的にはロイヤルズが14対10で制しましたが、初回から両チームともに5点ずつ奪い合うというなかなか見ない開幕戦となりました。この開幕戦のマウンド、レンジャーズは3年契約の2年目カイル・ギブソンが先発しましたが、味方が5点を先制して、さあ気持ちよく裏の守備を迎えたかと思いきや、4本のヒットと3つのフォアボールと、とにかくアウトを取れず、終わってみればわずか1アウトでノックアウトされるというなかなか悲惨なマウンドとなってしまいました。ちなみに開幕戦で先発投手がこれほどまでに短いイニングでノックアウトされた事例は1982年以来実に39年ぶりだそうで、せっかくの開幕投手という大役ではありましたが、不名誉な形で歴史に名を刻むこととなってしまいました。はい、続いてはフィリーズに関するお話です。フィリーズの投手陣はここ2年間2019年それから2020年でチーム全体で100マイル以上の球速を記録したことがわずかに1球しかなかったらしく、2019年にセランソニー・ドミンゲスが記録しているようなんですけれども、それしかないという状態だったんですね。しかし昨年のオフにレイズから非常に力のあるボールを投げるリリーフピッチャーであるホセ・アルバラードを獲得し、開幕戦そのアルバラードが早速登板したんですけれども、アルバラードは開幕戦いきなり100マイルを超えるボールを2球も投げまして、たった1試合1人でここ2年間のフィリーズ投手陣の合計を上回ることとなりました。今年のフィリーズ投手陣、主にアルバラードのおかげで100マイル以上多く記録できそうですね。3つ目はドジャースのコーディ・ベリンジャー関連のお話。ベリンジャーは昨年の短縮シーズンではちょっとらしくない成績となってしまいましたが、2019年の MVP らしさを見せてくれることに個人的には期待しているんですけれども、開幕戦の第2打席、ロッキーズ先発ヘルマン・マルケスのボールを捉えて左中間スタンドへ早速叩き込みまして、2021年シーズン幸先の良いスタートを切ったかのように思われました。しかし一塁ランナーのジャスティン・ターナーがこのベリンジャーの打球がキャッチされたと勘違いしてしまいまして、一塁に戻ろうとしていたところでベリンジャーがターナーを追い越してしまいましたので、結果ベリンジャーはアウト、記録上はスタンドを超えたタイムリーヒットということになりました。たまにこういったホームランで前のランナーを追い越してしまう事例は目にしますが、開幕戦からこれが起きてしまうのはなかなかに珍しいですよね。ちなみにドジャースはこの試合3点差で敗れましたが、最終回ワンアウト満塁のチャンスを演出していたりもしましたので、もしこのベリンジャーの打球がちゃんとホームランとなっていれば、この試合の展開も変わっていたかもしれませんね。この開幕戦黒星でドジャースは2018年6月以来初めて勝率5割を下回りました。4つ目、アストロズがファンの大歓迎をついに受けました。サイン盗みが発覚してから昨年はコロナの影響で一度もスタンドに観客を入れた試合を行っていなかったアストロズですが、今季は敵地オークランドで開幕を迎え、そして観客も一部入れていましたので、敵地のファンから2年分の思いが詰まった熱烈な歓迎を受けることとなりました。開幕戦のセレモニーでは両チームの選手紹介が大体行われるんですけれども、アストロズの選手紹介ではこれ本当に人数制限かけているのかと思うぐらいの大ブーイングでしたし、試合中カルロス・コレアがデッドボールを受ける場面もありましたが、こちら逆にアスレチックスのファンから大歓声。アストロズは昨年ある種コロナに救われた側面もありましたが、今季はおそらくどこに行ってもブーイングとの戦いとなりそうですね。ちなみに肝心の試合の方ですが、アストロズ打線が開幕から非常に活発で、アスレチックスとの4連戦の頭3つを制すなど、チームの状態自体はかなり良さそうです。続いて、おそらく開幕のシリーズの中で一番光った選手なんじゃないですかね。ホワイトソックスのイェルミン・メルセデスに関する話です。
メルセデスはメインのポジションがキャッチャーの28歳で、これまでナショナルズ、オリオールズ、そしてホワイトソックスのマイナーで計8シーズンプレーした末に、昨年メジャーデビューを果たしたなかなかの苦労人の選手となっています。昨年は MLB デビューしたとはいえ、1試合1打席にしか立っていなかったので、開幕ロースター入りをつかみ取った今季はまずは MLB 初ヒットを目指してというところからスタートしたんですけれども、4月2日のエンゼルス戦で MLB 初先発を果たすと、エンゼルス先発アンドリュー・ヒーニーからヒットを放ち、そしてその後の打席でもヒットを重ねまして、終わってみれば5打数5安打4打点の大暴れで MLB 初先発を最高の形で飾りました。そしてメルセデスがすごかったのはこれだけにとどまらず、翌日、つまり今日の試合なんですけれども、今日は第1打席にアレックス・カッブから MLB 初ホームランを放つと、この試合も初めの3打席ヒットを記録しまして、なんと開幕から8打数8安打。第4打席にようやく凡退しましたが、開幕から8打数8安打は1961年以降ではどうも初めてのことだそうで、さすがにこの勢いは維持できないでしょうが、今季このルーキーはどんな成績を残してくれるのか、とても楽しみになるようなスタートを切ってくれました。このメルセデスの活躍に関しては、たまたま相手がエンゼルスだったということもあって、皆さんの中でも彼の活躍、実際にテレビで見たという方も多いんではないでしょうか。開幕からレベルの高すぎる投手戦もありましたね。特に今日のブルワーズコルビン・バーンズとツインズホセ・ベリオスの投手戦は、これシーズン中盤のプレーオフ争いの試合かと思ってしまうぐらい熱い投げ合いとなりまして、両投手スピードも非常に出ていましたし、相手打線につけ入る隙を全く与えず、2人とも共に6回までノーヒットに抑える展開となりました。7回ワンアウトからバーンズがバイロン・バクストンに先制ホームランを浴び、ベリオスについても6回ノーヒットでマウンドを降りた後に後続のリリーフがヒットを許してしまいましたので、最終的にはどちらもノーヒッターということにはなりませんでしたが、このハイレベルな投げ合い本当に楽しませてもらいました。バーンズは昨年サイ・ヤング賞投票6位、ベリオスも18年19年と2年連続でオールスターに選出されるなど力のある選手たちですが、今シーズンはさらに両者ステップアップするようなシーズンとなるのでしょうか。最後はまあこれに触れないわけにもいきませんよね。我らがシアトルマリナーズの開幕戦の大逆転劇ですね。マリナーズマルコ・ゴンザレス、ジャイアンツケビン・ゴースマンの先発で始まったこの試合ですが、ゴンザレスが序盤からジャイアンツ打線に捕まった一方で、マリナーズ打線はゴースマン相手に全くチャンスらしいチャンスを作れず、7回にようやく1点を返すのが精一杯でした。8回裏の時点で5点差とひっくり返すのには厳しい点差でしたが、ここでマリナーズが驚異の粘りを見せまして、タイフランスディラン・ムーアのタイムリーなどでジャイアンツブルペン陣を攻め立てると、最後はジャイアンツの守備の乱れに乗じてついに逆転に成功。その後しれっと新守護神のモンテロが同点ホームランを浴びてはしまいましたが、延長10回に3連続フォアボールでマリナーズさよなら勝ち、5点差を逆転しての開幕戦白星スタートとなりました。開幕戦で5点差を逆転してものにしたのはもちろんマリナーズのチーム史上初めてのことですし、また MLB の歴史においても史上3例目ということなので、今季のマリナーズもしかしたら何かやってくれるのかもしれません。このあたりが開幕シリーズ個人的に印象に残った出来事でした。あとは球場に開幕早々猫が乱入したりですとか、いきなりの乱闘騒ぎもあったりしましたが、こういった試合中の出来事についていろいろ話せるあたり、野球のシーズンになったんだなと実感するところですね。ぜひ皆さんの開幕シリーズ印象に残った出来事についてもコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。